本日は、旬な人柄な昨日の続きでございます。そうですね、はい、ただいま取り上げてらっしゃいますのが、はい、はい、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。3月21日です。すごいですね、まあ、今日は本当にね本当に旬な人ですね、まあ、21日誕生日だけど、はい、こちらの方の今後はどうなるっていうところをね、まあ、占ってみたわけですが、ですね、見たところですね、うん、まあ、実は意外にというかあんまりその本人にお咎めはないよって感じの件になったんですよ。うん、まあこれってね、はい、なんだろう、今問題になってるのってやっぱり、いわゆる何詐欺罪、うん、とかって感じなんでしょうかね、うん、よくわかりません、うん、で普通まあそれでなんかこうね責任問われてってなりそうなんだけれども、はい、あんまりねこの人に直接っていうよりも、この人の周辺にとばっちりが行くぞっていう感じの毛なんですよ。へー、うん、だから、まあ、もちろんその世間から糾弾されることとかはあるんだろうけれども、はい、なんかいわゆる刑事罰とかっていうのってのはどうなのかなってあんまりそういうはっきりした形の毛にはなってなかったんですよね。ほうほうほう。で、まあ、ただ今までのその後ろ盾とかはもちろん失うよっていう形なんだけれども、うん、でそれ以上になんかそうですね、この人の周辺っていうとこの人と組んで仕事した人とかね、うん、なんかこの人をこういいよって紹介しちゃった人とか、あ、そういう方のなんか責任が追及されるんじゃないかなっていう形だったんですよね。なるほどね、うん、結構僕テレビ見てて、うん、もうこの方がその、ね、レギュラーとかで出てた番組の司会者の方とかが、うん、本当あの申し訳ございませんって謝ってたから、うん、なんかそういうねことはみんなそうだろうなと思うんですよね。まあ、それは確かにね、その謝るのは、まあ、同意上ね謝るだろうけど、なんかもうちょっとそっちのなぜかこう、なんだろう、順番というかその重さ軽さとしておかしいんだけども、うん、本人よりもなんか周りの方がむしろ責められるみたいな感じの、毛だったものでね。本人自身はどうですか、その今後なんか今のこのなんか盛り上がりというかね、騒いでるのが静まってからまたテレビの世界とかに出るっていう感じではないですか。多分あの顔と名前変えてまた出るんじゃないかな。そうすれば何でもやり直し、ね、できますからね。いや僕ねちょっとふと思ったんですけど、うん、ちょっと大変そのいろいろ興味湧くじゃないですかこの人、うん、なんでそんなことをしたのか、そう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 、だからそういう面でそのバラエティとか、うん、そっち側とかに呼ばれて何なんだみたいな感じでなんか出れそうな気もしないでもないんですけど、うん、だからやっぱほらね、あの清原とかと一緒でね、ええ、あの2016年を賑わしたイニシャル K とかってそういうのはどうかなとかK ね、K、あの同じ KK グループ K とかっていうのを作ったりしたらいいのかなっていう、あ、まあね、まあ次回出る時は L になっててもらってですね、Kまた K の次みたいなやつね、また違うイニシャルで名前も変えて、そうだからでもね、駅の家から見たらば、うん、割とそういうふうにこう緩くというかですね、あのちょっとほとぼり冷めたらまた出てきてもいいのかなみたいな感じの毛だったよと、なるほど、ね、まあまあ今後注目ですね、うん、注目ですね、はい、はい、楽しみにしております、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。また明日も見てください。